い、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。ライディングエースシマウマです。いやいや、さっき出てくるとき青空だったんですけど、急になんか雲が出てきて、今ポツポツと来ちゃいました。どうしようかな。ちょっとね、ナプスの佐中浦に行こうと思って出てきたんですけど、やだなぁ。まあいっか、そんなに降るわけじゃない感じですからね。はい、私がこの元ブログやるきっかけというか、この使ってるカメラね、うわ、ちょっと待った、結構いきなり来たね。参ったな、どうしようかな。ちょっと待って、いや、いきなり来ちゃいましたね。参ったね。なんじゃらほい。この雨見えますかね。参ったな。よいしょ、ちょっとここに避難つかね。いや、参ったな。こんな感じで濡れちゃいました。ちょっと一旦動画止めます。 GoPro の話ですよね。うん、そう、そのソニーのハンディカムでね、スキーをとかやってた時に使ってたんですけど、この GoPro ヒーロー7ブラックね、はい、非常に優秀ですよね。こんな小さくて、4K 対応でね、はい、しかも強力な電子手ブレ補正がついてて、写真も撮れて、すごいですけど、5月の15日だったかな、オズモアクションっていうね、GoPro キラーと呼ばれている、アクションカムが発売されましたよね。ちょっと前にオズモポケットっていうね、お出かけカメラっていうんですかね、三軸ジンバルが最初からついてる、もう本当にスティック状っていうんですかね、小さい、カメラが発売されたんですけど、まあそれはね、形も違うし、こうちょっと例えばモトブログやっててヘルメットにつけるような形ではなく、手に持ってこう気軽に撮れるっていうカメラだったので、まあ全然墨焼けっていうかね、はい、使い方が違うので、いいな程度だったんですけど、そのオズモアクションっていうのは完全にもうGoPro 対抗馬ですよね。もうすでに発表会にも YouTuber の方何人も呼ばれて、まあ、私が、時々見ている河合浩二さんという方のところも、そのね、発表会行って、皆さん短い時間の中でそのオズモアクションと GoPro ヒーロー7ブラックと、もしくはソニーのね、アクションカムとこう比較動画出されてるんですけど、GoPro ヒーロー7って、裏面と2モニターがあって、前面にもモニターじゃなくて、そのこう情報を映し出す一応液晶画面があるんですけどね、撮ってる画面は出ないんですけどね。そのオズモアクションは前面にも実はモニターがあって、切り替えができて、こう自撮りモードで、例えばこう自撮り棒につけて自分
に向けて撮ってる時にもその前面のモニターでこう画角というか映り方が確認できるんですよね、でいろんな方の比較動画見てると、手ブレ補正も結構強力、みたいですね。はい。でちょっとある方のでこう部屋の中で撮ってる暗いところで撮ってるのもあったんですけど、やっぱり暗所性能はねなんとなく見る限りにおいてはオズマアクションの方がこう綺麗だったかな。やっぱり GoPro Hero 7 Black は暗所性能あんまり良くないですよね。そうただね画角は結構クロップされますね、手ブレ補正をかけると、GoPro Hero 7 Black も 10% ぐらい確かハイパースムーズかけると画角がクロップされると思うんですけど、オズマアクションはねもうちょっと狭いですね、まあ、なので、まあ、いろんな使い勝手はあるんですけど、こと元ブログに限って言えばどうなんだろう、私はこう使い始めてからこの GoPro のスーパービューっていう超広角が気に入ってるので、まあそういう意味においては GoPro で全然 OK かなっていうか GoPro の方がいいかなって思ってるんですけどね。そうでもまあ多分オズマアクションを買うことはないと思うんですけど、逆に、GoPro 完全対抗馬を出されて、いろんな意味でそのやっぱりね後発だから機能がアップしてたり操作性がアップしたりするので、それを GoPro がどう見るかっていうところですかね。はい。なんか来年ぐらいには GoPro 8が出るんじゃないかなって、いう気がしますけどね。このまま GoPro が黙ってるとは思えないので、まあそれはちょっとねそっちの方が私としては関心があるかな、まあ、もし GoPro Hero 8が出るんであればやっぱり第一に改善してほしいことはやっぱり外部マイクですよね、もうこれにつきますね私の場合は、前にもお話してますけど GoPro って直接外部マイクが本体にさせないんですよ。外部マイクアダプターなるものね、その結構大きな、箱をですね返さないと外部マイクが使えないんですよね、外部マイクが使えないってことはこの元ブロガーにとっては致命的ですよね、なので、GoPro Hero 8がもし開発されていたり出るんであれば本当にこのマイクアダプターはやめていただきたい、もしくは直接させないんだったら、同時給電しながらの録画はできなくても、マイクロ USB Type-C から変換コードで 3.5 インチのマイクアダプターそのまま直接いける、そういう風にしてほしいですね。でもね GoPro やっぱりねいいですよ。
綺麗だしね。まあもちろん映像の綺麗さとかそういうもの YouTube 的にその見ていけば欠点はいろいろとあって、欠点っていうのかな、その、足りない部分はいろいろとあると思うんですけど、ほとんどフォトブログ、私は他のことはあまりやらないので、フォトブログに関して言えば、いやいや GoPro は私は大好きですね。GoPro っていうかね、その新しいちょっと気になってる、アクションカメラ、オズモ DJI オズモアクション、のお話でした。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。